します。ボーノって言うんですけれども、ちょっとまあ自己紹介、まあ、知ってる人も多いと思うんですけれども、まあ、せっかく二階堂さん来てくれたということもあって、ちょっと二階堂さんと一緒にやってた頃の話も交えましてやろうかなと思ってます。で、僕昔実はケッグというところ、京都の方で院生してまして、その頃こんなケッグのデータを使ったでなんか色塗るとかいうのは、実は僕らが一番最初に、私か一番最初に書いた論文が多分世界で最初で、こんなことしてました。で、最初、今だとすごいインパクトファクターの高いゲノムリサーチって言ってますけど、当時はもう本当しょぼい雑誌だったんですけど、そこに載して、これが学位論文の一つです。で、その後いろいろあって炎上して、マウスゲノム のがちょうど出た2002年ですけど、その前後に、理研の方にいまして、その時に今日も来ていただいてます、二階堂さんなんかと一緒に研究してまして、これの出るピースの一つを埋める研究なんかをちょっとやってました。で、それもちょっと推薦のごとく流れて、で、その頃に出会うんですけど、こういうバイオインフォマティクスっていう教科書が、バイオインフォマティクスっていう分野がその当時だいぶ出てきたんで、英語の本があったんで、じゃあ翻訳しましょうかということで、ここの中にもメンバー、中里さんとか二階堂さんとかいますけれども、そういうメンバーを巻き込んでですね、翻訳しました。それから多分皆さん今も多分見てらっしゃると思います。昨日もちょっと印税入ってきたぐらいなんで、まだ売れてるようです。で、そういうのをやりつつ、実はその理研終わった後はこういうふうに、これはメトリックスのチップ、これ空気穴入れてるとこですけど、そういうふうなのをやるとか、実験もやろうと、で両方やろうということで、当時から Mac ユーザーというのが、これが証明なんですけれども、そういうふうなので、ウェットとドライ、これね、ウェットティッシュとドライティッシュね、そういうの両方使うよっていうふうなのでやってきました。ワーキングボースオンザベンチアンデスクということでやってきました。で、こんな本も書いたよというのを、見たことある人もいるし、いるかもしれないですけど、こういうのやってました。で、今日の話は、題を勝手につけてますけど、血の巡りの良い統合牧場 RA のたった一つの心得ということで、一つの心得って何でしょうと、ちょっと考えながらちょっと聞いてください。で、これ実はパクリで、もう今日ワクテカさん来てるからあれなんですけれども、ワクテカさんに呼ばれて、実は去年の夏に、血の巡りの良い生命科学研究者の10の心得というので、生命科学若手の会だっけ、生命科学夏の学校かで話した時の、お話の、抜粋になります。で、その時のプレゼンは実はまだ外に出してなかったんですけども、今回ちょっと URL で出てきますので、その時にはちょっとそれを見て、それさえ見てくれれば多分分かると思います。で、お断りということで、このプレゼンを聞くときにってこうやってやったんですね。で、何をやったかっていうと、こうやって音を鳴らしてさ、笑いを取ったわけですよ。で、本講演は統合 DB の宣伝ですと。で、DB、RA さんに来てこれもらう人の勧誘を含みますと。で、ゲル写真一切できません。ドヤ顔で語れる成果もございません。それでもよければって、これ面積事項ですね。蓋を開けるときにいつも取られるあれ。で、これをやって、アナウンスして始めたんですね。で、統合 DB って何ですかって、これいつも僕ら話してる話で、初めての人もいるかもしれないので言っておきますと、僕らライフサイエンス分野 の流通業をやってて、安心して飲める、水に例えれば安心して飲める水で、安心して出せる下水をやるというふうなのでやってまして、僕ら DBCS 以外にも三島の遺伝研の DDBJ とか NBDC というところと協力して、日本のいろんな大学協力機関と一緒にやって安心できるデータを提供しようと。あと自分らの生活でそれを出すという時に、そのデータがきれいに再利用できるようにやりましょうと。そうじゃないとサイエンスイズソークールにならないんですよ、これね。これ分かる？サイエンスイズクールって書いてあるんですこれ、ね、そういうふうに、サイエンスを楽しんでいただくための、お手伝いというか、自分らも楽しむためにもやってるんですけれども、そういうのをやってます。で、そういう油を流しにしてないでと、ライフサイエンス分野のライフラインをやってますという話ですね。で、無料で使えますと、これ犬田さんが書かれたやつをずっと使ってるんですけど、これは、いつまでも見えるよ、使えるよ、で卒業しても使えるよっていうので、大学卒業してからも使えますというふうなのを、音を交えて一応話したんですね。ちょっと見てるだけだとみんな眠くなるので、音もやると起きてるかなと思ったんですけど、幸い起きてくれましたね。はい。で、こんな風でググレカス第1訓、ググレカス10訓ですから、先ほど の小野エリさんみたいに、これを一個ずつ説明するほど時間はないので、今回はやめてですね、これがその
十君だったんですね、僕の。でこれをこれ最後にやったからまとめでこうやって初音ミクがしゃべ蛍の光を歌いながらっていうのをやったんですけれども、まあもう今日はやめといて、でこの時間ないのでやめまして、このサイトですね、ビットリーのボーノーの120824、これ、この日のツイート探してください。8月24日です、去年の。そこに行けば書いてますんで、これ打つのよりも多分探すのが早い人種たちだと思うんで、もしくはこの成果を分かって夏学ハッシュタグ探してください、したら出てきます。でこれが全部その10個の10個について書いてあるんですけれども、その10個の中でとりわけ大事と考えたこれです、書き留めよ。これに関してちょっと言って、僕の話に変えたいと思います。これもボーンって言いましたけれども、こういうやつですね。でこれはガリレオ・ガリレイが言った言葉っていうことで聞いてるんですけれども、書き留めを議論したことは風に吹き飛ばしてはいけないということで、皆さん RA さんとかアルバイトでうちでなんかいろいろやってくれるんですけど、ただ自分がそこでやっただけだったら自分が嬉しいだけだけど、書き残せば誰か他の人も見ます。でそれを他の人に見せるということがここの仕事なんだよってずっとみんなやってもらってると思うんですけれども、それはやっぱり何人も同じこと書いてると安心するんですね。だから重複も情報ですと。あとツイッターとかブログとか、あと論文なんかも究極的にはそういうふうにやる書き残す手段の一つだと思います。そういうふうにぜひやってほしいなということで、これを今日は強調して RA さんにやってくれる人はこう書き残せよということを言ってます。もちろん統合テレビを作ることも書き残すことです。ですのでぜひ作ってる人はいいと思うんですけど、ぜひできればブログ書いてほしいと。でしかもやってる時にどんどんツイッターでつぶやいてねっていうことを言ってます、アレイさんに。それはなんでかっていうと、ここもワクテカさんの例では悪いんですけれども、僕がなんかインターネットでどっかで引っ掛けてきたこんな R のパッケージカマーバンドってやつですけどがあったら書いたら、ワクテカさんがなんか興味あるって言って やってとかしたらよろしくって言って、こういうふうにツイッターのやり取りでこういうふうにやる仕事がどんどん決まっていく。で今日言った人 の発表してくれた人の多くはそういうふうなやり取りで始まったテーマが多分多いと思うんですけれども、そういうふうな感じでここの、RA さんアルバイトさんは始まってます。でブログとして書き留めると、これワクテカさんがこう書いてくれたように R で MRI のデータを可視化するというふうな例のように、こうやって書いておくと本当いろんな人がこれを見てきてですね、参考にしてくれると、そういうことが起きてます。で、RA さんの話ですね、これはもう犬太郎さんが言ってくれたのでいいんですけれども、一応定義は大学院生のことになってます、本当は。で大学生の方は技術補佐員というふうになってます。これはいろいろあってこういうふうになってます。で、で実際にやってることはこういうようなことと、それはもう制作部と、美術制作部、今日は、向こうからカリフォルニアからやってくれた美術制作部の話、あと統合テレビ作ってる人の話、これ流れてるのこれ今までやってくれた50数名の方全員の名前をこれ出してくれますけれども、こんな感じで、出てですね、でその50数名の中から職員になった人がこの2人いますよと。でロンドンブースじゃないけど1号2号と呼んでますという話ですね。はい、で自然言語処理っていうことを主にこの技術開発部でやってきてるんですけれども、もうちょっと広くバイオインフォマティックス関係のこともそろそろ次世代シーケンスが次世代じゃなくなってきたので、次世代じゃない次世代をこっちで次世代型研究室でやっていこうかなというふうな感じになってます。それはだから あくまでも開発とは言いつつ、スタンダードになっていくべきのお手伝いというか、そういうのをやっていこうという感じになってます。でこれはもうアルバイトね、もうこれは後でまだ詳しくすればいいと思いますけど、こんな感じでの条件でなってて、興味持った人はツイッターか E メールで来てくださいと。 できればツイッターって、電話なんか持ってのほかっていうのがこの、表記の意味でございます。はい、で最後ですけれども、みんな一緒に来て参加してくださいと。そしたらこんな風にここでアルバイトじゃなくても本当に本職でついて、こういう風に一緒にこれ煩悩カンファレンスと呼んでいますけれども、そういうカンファレンスに来てこうやってなんか雪山でこう、遭難はしなかったんですけれども、この後大変なことになったんですが高速道路止まってね、で、帰れなかったりしたんですけれども、楽しく過ごせたと、そんな風になってますので、ぜひ皆さんも参加してください、よろしくお願いします。特にユーストに向けた人にそれをはい、発信したいと思います。よろしくお願いします。以上です。はい。